今年最も笑顔が素敵な著名人の方を2名発表いたします。土屋太鳳さん、松岡修造さんです。どうぞ。松岡さん大丈夫ですか？緊張されてますか？というかですね、ちょっと緊張するでしょ。ちょっと緊張します。そして、はい、緊張する時の笑顔ってなかなか難しいそうなんです、ね、ちょっと苦笑いになる。ちょっとね、なんか実は私子供の頃から笑顔に少しこうコンプレックスがあったんですけど。なんで笑顔できなかったんですか？ちっちゃい頃なんかあったの？笑い方がきつく見えたりとか。あ、きつく見えちゃう。なんかちょっと苦笑いに見えたりとか。実はね、僕はもうちっちゃい頃からうちの母が宝塚だったんですよ。でこう写真を撮られることが母も多くて、なぜか僕に対してすっげえ怒ってたのに写真が向くとあってなったわけこの宝塚スマイルっていうのが僕もどっかに血として引き継がれてるものあるのかなって気がしますね。松岡さん、今ちょっと振り返ってみて、今年一番ベストスマイルになった瞬間どんな時でした？いや、ね、一番は僕いろんなアスリート見てますけど、はい、もう一番心がどうしてもね特別な方なんですよ、浅田真央さんって方。それが彼女が何かいい演技をしたからとかいうことじゃなくて自分に挑戦してたんですよね。僕ははっきり言って戻ってくるって言われた時に、はあ、またあの辛いフィギュアやるのかって本当に一生懸命やってたから、苦しいこともたくさんあったから、うん、でもその中で自分に挑戦させた中でガッツポーズ出ましたよね、うん、あの笑顔を見て一番僕が喜べた。太鳳さんの場合どうでした？私の最近のベスト、うん、そう、もう最近のベストスマイル来たぞっていう。いや、もちろん浅田真央選手の演技。いや、そうですあとは先ほどすごい緊張して出てきた時に、松岡さんの笑顔が素晴らしすぎて本当になんか心が緩みました。何言ってんのよ。いや、一応こうやってわざと緊張してた時に笑顔やってたのよ、はい。お二方それぞれのお互いの笑顔の印象をお伺いしたいなと思うんですけども。自然体と、あとブログが本当長いねすごいんです。真面目なんですか？いや、不器用なだけだと思うんですけど。だって一日一日どんだけ書きますからどうしても大事なことって忘れたくないと思うけど忘れちゃう、でも自分で残していって、ちゃんと人に伝えてれば、その自分が何かを見失った時に、戻れることができるかもしれないっていう、作って頑張ってるっていうよりも日頃の中での一生懸命さっていうんですか、そういうものに通してなんか笑顔があるから非常に僕はナチュラルだと思いますし、だからベストスマイルもらった、おめでとう。ありがとうございます。そう思います。おめでとうございます、ではお返しに土屋さん。私ずっとお会いしたくて、ずっと何かの取材があるたびに、一番お会いしたい人はどなたですかって言われて、松岡修造さんです。相当うざいでしょ。でも、ね、分かったでも本当になんか今日初めてお会いさせていただいて、なんかお守りのような笑顔をしてるじゃないこう愛情のパワーと、こう今まで積み重ねてこられた人生の両方がこう溢れていて、なんかご自分もこう輝いていらっしゃるし、誰かを輝かせることもできる素敵な笑顔だなというふうに思いました。うわー、素晴らしい言葉を。本当ね、嬉しくてたまらない思いと、なんで家ではこういうことが起きないんだろうって感じもう今日も朝大変だったもん。そんなことはいいんだけど家庭でうまくいかないもんだね、